赤祖父亀池は、富山県南都市川上中にある亀池である。2010年3月25日に、農林水産省の亀池百選に選定された。赤祖父亀池は、隣平野の南東部に位置し、農地は一級河川小矢部川水系三田川支流の赤祖父川と簡谷川による、戦場地で400ヘクタール水田の灌溉を行っている。平野部では日本で、 代表的な三居村がある。標高約1000メートル級の赤祖父山山6は、ブナの原生林となっていて、水源観葉保安林となっており赤祖父山のうなばやしとして、林野町が1995年水源の森100、1000に選定されている。過去から干ばつがある旅水争いが絶えず、1926年の干ばつ沖に、 赤祖父川に園庭づくり1932年9月、県営赤祖父合用水補給事業ため池築造工事が寄工された。しかし、第二次世界大戦の影響による労働力の不足などから工事は遅延し、延べ13万5千人を要し、特に停滞の固め作業には女性妊婦7800人が動員され、13年の歳月の末、1945年6月に、 完成、1997年から2000年にかけて改修工事が行われ、現在に至っている。赤祖父ため池炎島分水地区ごとに一定水量を分けるために、遠藤清之助の設計により、1949年、何年か若見中に完成した富山県内最古の炎島分水層である。鉄筋コンクリート造り、富山県内では、 最小の直径3.4メートル、面積29平方メートルで、小川上流用水と地改領区所有。3つの用水に分配され、これにより考えに応じた用水配分がされるようになり、長く続いた水争いが解消された。また、防火用水や、融雪のための生活用水や地域、環境保全用水としても利用されている。2020年4月3日、 国の登録有形文化財に登録された。ヘラブナ、コイ、マブナ、ワカサギ、モロコなどの魚類、また、様々な野鳥や、ニホンカモシカ、ノウサギ、タヌキ等の動物、トンボ、ホタル、カエルなど、在来の生物が多数生息している。ふれあいヘラブナ釣り大会や、椿の里赤祖父夏祭りの行事が、毎年開催され、周辺には、パットゴルフ場、 芝生広場、バーベキュー広場、遊歩道も整備されていて、赤祖父ため池は農業用水を貯める機能のほか、地域の人々の憩いの場としての役割も担っている。赤祖父ため池周辺の空中写真。1975年撮影。国土交通省国土画像情報をもとに作成。ありがとうございます。